桜型駆逐艦は日本海軍の二等駆逐艦。海風型と並行して1907年に計画された中型駆逐艦。基本計画番号 F10。海風型は大型駆逐艦として一挙に排水量1000トンを超える大きさになったが、駆逐艦は数を揃える必要があり、予算の制約で一等駆逐艦は多数建造できない。 そこで一等駆逐艦と並行して中型の二等駆逐艦が建造されたと推定されている。当初は上風型三隻を建造の予定だったが小型すぎるとされ排水量を600トンに増した中型駆逐艦二隻を建造することになった。その後に大正末の若竹型まで続く二等駆逐艦五十一隻の第一弾となった。二等駆逐艦の第一艦。 第2巻であり、植物の名が初めて使われた。艦名は、宮廷の主神殿の左右に並べて植えられた、左近の桜、右近の立花にちなんで命名された。海風型は、イギリス海軍の最新駆逐艦トライバル級を参考にして設計されており、本型は海風型をそのまま小型化したような艦型となった。艦手形状は、 従来のホエールバック型から低線主導を持つクリッパー型となり、この形式のプロトタイプとなった。機関は海風型がタービンを採用したのに対し、海風型の実績を見るまでタービン搭載を見合わせ、従来のレシプロエンジンを搭載した。ただし、従来の駆逐艦がレシプロ2機に軸なのに対し、エンジンは 裏波のレシプロ機関そのままで、その数を1機増やし3機3軸とした。機械室は前後2室になり、全部機械室で左右のスクリューを、後部機械室で中央のスクリューを駆動した。竣工時に3本の煙突は同じ高さだったが、第一煙突は1917年頃に高さを増した。放送は艦首に4.7インチ砲1門を装備した。インチ砲は、 左右原則に一門ずつ、艦後方の中心線上に二門の、計四門、魚雷発射艦は18インチ連装発射艦を、艦の前後に一機ずつ装備した。これは海風型と比較して、雷装は同じ、砲装は12センチメートル、8センチメートルともに一門、少ないだけであり、艦型に比較して、重武装だった。二隻とも、舞鶴海軍交渉で建造、立花は、 桜より1ヶ月遅れで気候、浸水、春航となった。春航後は2隻で第17駆逐隊を編成、あとに、カバ、キリと共に4隻で第21駆逐隊を編成した。立花は1923年から1925年には、旅順防備隊所属となり、同方面を頻繁に行動した。両艦とも非常に長期の在籍となり、 1928年の法相の名古屋県救難任務を最後とし、1932年4月1日に2隻とも除籍された。第一次世界大戦の勃発により、本型を元にして、カバ型駆逐艦が急遽建造、量産された。この点で本型の意義は非常に大きかった。桜型は2隻で、第17駆逐隊を編成したが、4隻定数の 駆逐隊には2隻足りないため、カバ型駆逐艦のカバ霧を編入して、定数を満たした。佐世保鎮主付席の桜、立花で編成。後に、カバ型駆逐艦のカバ霧を編入して、定数を満たした。大正7年4月1日、スケチンの駆逐隊は、第21第30までの番号に揃えられたため、第21駆逐隊に改称した。 所属部隊と所属駆逐艦の編成は以下の通り、各艦の艦歴は各艦の項目を参照。ありがとうございます。